はいどうもみなさんこんにち、霊夢です。マリサだぜ。ヨウムだよ。じゃあ今日もマリオ 3D ワールド進めていきますよ。今日の最初のステージは、なんだ、この変な生き物は。変な生き物とか言われてかわいそう。変な生き物だから変な生き物でいいだろ。マリサの毒舌化が進んでいる。プレッシー。この動物の名前はプレッシーっていうみたいだね。え、これ私が一番前だけど操作するのが私になるのかな。ああそうかもしれないな。まあ頑張って私たちをゴールまで導いてくれ。マジですか。いやでもこれ、みんな操作ができるっぽいよ。え、そうなのか。よかった、これで私だけに責任を負わされなくて済んだ。逆にミヒトが操作するとこれ難しくないか。ああ、あんたたち行きすぎ。おい誰だ、ミニキー押しすぎのやつ。私じゃないよ。なんだこの敵、大丈夫か。なんかダッシュボードみたいなのがあるぞ。うろー。飛んでけー。やべー、ハゲーズ背景を踏んでや。え、何語だそれ。よし、あんたたち、こっちに行くわよ。おっと、赤リングがあったな。これは8枚の赤コインを集めるやつか。これ曲がりきれるかな。曲がれ、曲がってくれ、俺の86。イニシャル D のネタを挟んでくるな。落ちちゃったじゃん、あと1枚だったのに。あの赤コインを手に入ったら絶対いいことあった。いやー、いいことあったんだよきっと。後悔している時間はないぞ。どっち行く。どっちでもいいです。その回答は一番困る。どっちどっち。じゃあ左じゃボケー。おお、真ん中を走るプレッシー。なんとか強制的に軌道修正しました。私たち優柔不断すぎたね。パート3にしていきなり協力要素入れてきたからな。まあ一人でやれば簡単そうだけどね。いや、私たちが団結したら強いってことを教えてやりましょうよ。え、この先難しすぎないか。あんたたち気を引き締めなさい。まずは左、次に右。やばい、この敵を踏んで操作がわからなくなった。どうしようどうしよう。困ったら上だー。登って押しても何も変わらなくね。あー、危ない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 。落ちるー。落ちたー。って思ったらまだ生き残ってるぞ。え、これどこ走ってんの。もはやプレッシーの能力が高すぎる件について。こいつ私と同じくらい能力が高い。能力とかめちゃくちゃアバウトなことで競ってきてさ。でも今のところがこのコースの山場だったんじゃない。コースの半分は来たのかな。なんかジャンプ台の先にグリーンスターがあるぞ。お、これは絶対に取る。いけー。よっしゃー、完璧だ。だが最後のリングは取り残していく模様。あ、でもこれでゴールなのかな。プレッシーとはここでお別れみたいね。さてと、これは土管に入ればいいのか。いや、土管に入る前にこのヤシの木を確認するのよ。ヤシの木、何かあるんかな。コインはあったぜ。グリーンスターとか入ってないかな。何もないなし。プレッシー、それはふなっしーだな。え、この辺何もないのかな。疑いすぎじゃないか。っていうかさっきのグリーンスターが3つ目だからもうここにはないんじゃない。まさか私たち見逃したな。まさかとかじゃなくて普通に見逃したな。もういいや、早く先に行こうぜ。あ、土管入ったら普通にゴールなのね。完全なるプレッシー専用コースだったね。あ、ダッシュボードがある。これで勢いつけて。あー、間違えてヒップドロップをしちゃった。まあ私たちは優雅に猫でトップ行ってきます。っていうかヨウムは何をやっているんだよ。なぜか不意にダッシュが入って暴走しちゃった。毎回ヨウムだけゴールできてなくないか。さて、1の5ですね。多分ボスを除けば一面のラストコースだと思われる。次回でやっとラスボスか。この実況めっちゃ続きそうだな。今年中の完結が目標だね。これは、スイッチを全部踏めばいいってこと。上の方にも敷き詰められているな。あれ、このスイッチは1回踏むとリセットされちゃう系。そうみたいだな。だからここも協力しつつ全部のスイッチをオンにしないとな。っていうマリサがオフにしているじゃん。え、気のせいじゃないか。じゃあ私、上のスイッチを押しに行くよ。いやでもこれ地味に難しい。踏まないようにスイッチをオンにする操作だな。私が上のスイッチを押せばいけるかな。そうだね、私たちは下のスイッチを押すからそこお願い。おお、すべてオンになった。ここのブロック何かないかな。あれ、右端に隠しブロックがないか。いやただのコインだけかい。なんだ、期待したのに。何もなさそうだから先に進んで良さそうだな。お、なんかランダムでアイテムが出てくるボックスがある。ここはヨウムに行ってもらうしかないな。今やられてちっちゃくなったのに。だからこそここで強いアイテムを出すんだ。よし、じゃあ行くよ。キノコ、微妙な結果だね。これで元通りになった。これ、またスイッチがあるな。今度はさっきと違って登っていくような場所だね。私これ登れないじゃん。スイッチをオンにしてもう一度踏んでくれ。その間に残りのスイッチをすべて押す。このジャンプ台ちょっと癖があって使いにくいな。あとそこの二つ押せば終わりだ。いけー。私は見えていないけど多分これで二つ押せたと思っている。お、無事に全て押せたみたいだな。うわ、また蜂みたいな敵がいっぱいいる。これ正面に棘がついているから倒し方を考えないといけないな。あ、また小さくなっちゃった。せっかく今手に入れたキノコが。ヨウムはそのサイズの方が似合っているんじゃないか。結構ひどいこと言っていてくさ。あ、
上にグリーンスターあったよ。そんなところにあるなんてわからないよ。まあ両サイドにジャンプ台があるの怪しいとは思ったが。あ、これヨウムが中間地点を取った方がいいんじゃない？あ、そうか、取るとでかくなるんだっけ。次は、またもやスイッチだらけだな。今度は踏んでも大丈夫な場所がないじゃん。しかもテントウムシみたいな敵もいるから難しい。とりあえず私は右から攻めていくな。また小さくなっちゃいました。今日は何回やられるんだよお前。っていうかやられてるし。そこが楽になっているのわからないよ。確かにそこが楽になっているのわからない。でもこれで全部オンにできてそうじゃない？あれ、クリアにならないよ。まだ奥の二つ終わってなかったな。この上で移動すればいいんじゃない？この上。よくそこに登れたなお前。あんだけ残機数減らしているのにそういうテクニックあるのなんなのよ。じゃあ二つ押しちゃうねー。よし、じゃあ次のステージ。3回連続でスイッチの役ったということは次もスイッチのギミックがあるんだろうな。なんだこれは。またもや怪しいジャンプ台があるな。あれ、あそこに赤いリングがあるよ。お、これはまた赤コインチャンスかな。猫でここ登れるんじゃね。ちょっと赤リング誰か取ってよ。そんなにそこに行くのに難しくないでしょ。私はここから登るというこだわりを捨てられない。ルイージのくせに変なプライドを持つな。ルイージかわいそうだな、こや。赤リング取っちゃいます。ちなみにさっきのステージは赤コイン取れなかったけど全部取ると何が起きるんでしょ。全部取って確かめるしかないな。ほとんどの赤コインは上だね。ここの距離はさすがに猫で登れるだろう。ジャンプ台の上のコインは任せて。これでラストじゃあ。普通にアイテムが出てくるだけだったな。しかも人数分じゃなくて1個しか出ないっていう。思ったよりしょぼいんだな。この中行ってみよう。なんだここは、相変わらず制限時間があるな。この木箱を全て壊せばいいっぽい。オラ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 ー。ヤンキーマリサになっちゃった。お、グリーンスター見つけた。あ、ハテナブロックを確認できなかった。このテントウムシをしっかり倒しとかないと。あー、やっちゃった。あー。あ、でもよかったな、シャボンになってたぞ。ちょっとマリサも投げてみよ。はぁ、お前ふざけんなよ。あー。なるほど。この谷は落ちても大丈夫なのか、私を落として確認するんじゃねえ。うお、ここに来てスイッチがある。しかもカメックのおまけ付き。うわぁ、ここにカメックいるのきつすぎない。しかもど真ん中にグリーンスターがあるという。あのグリーンスター取るのめちゃくちゃレベル高くない？ここに来て難易度を上げてきましたね。あ、マリサ、そっちにカメックが。やんのかごらー。ヤンキーの前に敵なしだった。あっこれ床が動くからここに乗っていればグリーンスター取れそうだな。スイッチは問題なくクリアと、スイッチのギミックは私たちの敵じゃないな。よし、じゃあ土管の中に行くぞ。あ、ちょっと待ってくれお前ら。さあこの先はどうなってるんだろう。楽しみだー。お前らグリーンスターを取りに行った私を置いていったな。甘いね、シャボンになるのを計算して置いていったのさ。これは、誰が押すんだ。じゃあ私が押す。ここじゃあ。お、完璧なタイミングだったね。これはもうここでクリアっぽいな。最後の最後でスイッチのギミックが。すぐそこにゴールボールあるけどね。でもスイッチ押したら何が起きるか気にならない？あ、幅飛びしようとしたらヒップドロップになってしまった。あれ、残機数ゼロじゃん。私が減らした残機で最後だったんだね。じゃあマリサは置いて私たちは優雅にゴールしましょうか。おい、あれだけ活躍したのにこの扱いかよ。あ、ごめん、私も間違えて落ちちゃった。ゴールするのが少数派になってしまったな。動く床は難しいんだよ。あ、ここにスタンプがあるじゃん。それは壁キックで取るのかな。意外とこれ難しい。どうだ。お、ナイス。じゃあこのままゴールしちゃいます。今までで一番悲しいコースクリアだ。一人しかいないの寂しすぎる。さて、今日の動画の締めはこのスロットみたいなコースです。最大777枚のコインだって。ジャックポットを当てて大金持ちだー。まあ残機数が増えるだけなんだけどな。じゃあこれは、誰がやります？とりあえず1個止めてみたら。基準となるものを決めないとね。お、これはマリオ作品でよく見るブーメランフラワーってやつだね。残りの3つをブーメランフラワーで揃えられるやつは誰だ？それを言ったら、ヨウムじゃない？私。もう下にいるんだからやれよ。はい。おう、まだ可能性ある。すぐミスって終わるオチかと思ったぜ。はい。おーおー、ラスト1個じゃん。え、本当に揃えるのかお前。だー。最後の1個が、あー。お前らうるさいわ。